皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。英語が10点から20点の高校受験生を8ヶ月で50点取れるようにする動画、7回目は復習の動画、確認の小テストの1回目になります。これまで学習した内容をしっかり思い出していきましょう。まず四角の1番ですね。括弧の中から適する語を選び、丸で囲みましょうと。括弧1番を見ると、I、その後ろに括弧があって、Are、Am、Is、be 動詞3つ入っていますよね。そして、稽古。ですから、私は稽古ですって言いたいんですね。be 動詞、主語によってどれを使うかが決まりました。主語が I ですから、am を使いますから、am に丸をつけます。括弧2番です。This is Mr. Tanaka。こちらは田中さんです。で、その下に He, She, We とあって is a teacher。こうなっていますね。He は彼は、She は彼女は、We は私たちはですよね。田中さん。Mr. 田中になっているので、Mr. 男の人ってわかりますよね。ですから、彼はの He を選んで、He is a teacher. He is a teacher. こうなりますね。This is Mr. 田中。こちらは田中さんです。He is a teacher. 彼は先生です。と。このようになります。括弧3番。Do you play tennis? Do you play tennis?あなたはテニスをしますかという質問の文章です。答えは Yes があって、後ろの括弧が I am, I do, you are こうなっていますよね。質問が Do you と始まっているので、あなたはって聞いている。こうなります。答える人は自分のことですから、I を使って答えますから、You のこの部分はもう選ばなくていいですよね。じゃあ、I am なのか、I do なのか。文章の中、do で始まっていて、動詞、play。一般動詞なので、答えは、yes, I do。これを選びます。do で始まっている疑問文は、答えの中に do が入っている。こう考えてください。括弧4番。I from 横浜。I from 横浜。あなたは横浜出身ですかという質問です。これ、Are you で始まっていますから、be 動詞の文章ですから、答えも be 動詞の入っているものを選びます。No の後ろの括弧の中を見ると、You aren't, I am, I'm not。どれも be 動詞なんですけれど、質問の中で Are you、あなたはですから、答える人は自分のことなので、I で答えますよね。ですから You aren't はないですね。で、I am か I'm not。 No なので否定文なので Not が入っているものを選んで No, I'm not、ね、これを選べば正解ということになります。 I'm from 横浜。あなたは横浜出身ですか。 No, I'm not。 いいえ、違います。このようになります。四角の2番です。括弧内の単語を並び替えて日本文に合う英文にしましょう。括弧1番。私は緑茶を飲みます。単語は drink, I, green tea。drink 飲むですね。I 私はで green tea 緑茶です。英語ではまず最初に主語が来ますよね。この主語私はですから。英語の中の私という I が一番前に来ます。そして次に来るのは述語の部分、つまり動詞の部分ですよね。動詞は飲む。ですから drink が2番目です。I drink。そして緑茶をで green tea。でピリオドですね。I drink green tea. I drink green tea. 私は緑茶を飲みます。という英文の出来上がりです。括弧2番。
あなたは毎日数学を勉強します。単語は math 数学ですね。 study 勉強する。 every day 毎日。そして you こうなっています。主語はあなたはですよね。主語は一番前に来るので you が一番最初に来て大文字ね、なります。こちらでは小文字で書いてあるんですけど、文の最初に来るときには最初の文字を大文字にするので、これこのまま書かないでくださいね。大文字にして書いてください。次に来るのは述語の部分、動詞の部分ですね。動詞の部分は勉強しますですから study が2番目に来ます。 you study 何を勉強するかというと数学ですから math で、毎日の everyday、そしてピリオドですね。 You study math every day. You study math every day. あなたは毎日数学を勉強しますと、こういう英文が出来上がりました。カッコ3番、彼は秋田出身です。彼は秋田出身です。単語は from he 秋田 is ですね。まず主語彼はですから he、 これが最初に来ます。もちろん大文字にして書いてください。で、出身ですというのは be 動詞 from どこどこの順番ですから、次に来るのは be 動詞です。 is ですね。 he is from Akita で、ピリオド。 he is from Akita、 he is from Akitaね、こうなります。では次の問題に移ります。四角の3です。下の会話文を読んで質問に答えましょうと。 M となっているのはミキのことで T となっているのはタケシです。ミキとタケシの会話です。まずミキは Hello, I'm Miki と自己紹介しますね。こんにちは、私はミキですと。とたけしが Hello, I'm Takeshi、 こんにちは、私はたけしです。 Nice to meet you, Miki、 はじめまして、Miki と言うと、今度 Miki が Nice to meet you, Takeshi、 はじめまして、Takeshi とこう言いますね。で、Are you from 名古屋、あなた名古屋出身なの、こう聞くと、たけしが No, I'm で、こう上がって、こういうなんか単語が入るわけですね。で、I'm from 静岡、僕は静岡出身なんだと、こんなふうになっています。もう一度、読んでいくと Hello, I'm Miki. Hello, I'm Takeshi. Nice to meet you, Miki. Nice to meet you, Takeshi. I'm from 名古屋。 No, I'm で何かが入って I'm from 静岡、こうなっています。では問題の方を読んでいくと、括弧1、次の内容が本文と合っていれば丸、違っていたら×をつけましょうと、こうなっています。ミキとタケシは知り合いだった、ね、もう以前から知っていた、これは合っているかどうか、どうです、わかります。これは実はね、それまで知り合いじゃなかったんですよ。どこでわかるかというと、お互いに Nice to meet you、ね、Nice to meet youと言ってますよね。 Nice to meet you ってのは初めましてって、それまで知り合いじゃなかったから初めましてなんですよね。ですから知り合いだった、これは間違っています。括弧に下線部あに入る単語を書きましょう、ね、質問が I from 名古屋って、 B 動詞で質問していて、あなた名古屋出身ですかって言うと、たけしは No, I'mこの書に入るのはもちろん皆さん分かりますよね。 No, I'm not ですから not、 これが入るわけです、ね、I'm from 名古屋、 No, I'm not、 I'm from 静岡、こうなるわけですね。では最後にもう一度全文を通して、読んでいきたいと思います。まずメキが Hello, I'm Miki、 たけしが Hello, I'm Takeshi、 Nice to meet you, Miki、ミキが Nice to meet you, Takeshi、
I'm from 名古屋。たけしが No, I'm not. I'm from 静岡、ね、こんな会話をしているんですね。皆さん、これまでの学習思い出せましたか、ね、今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。